全国の徳屋さん、こんばんは。シアル放送部のタクです。さあ本日なんですが、皆さんね、ちょっと最近こんな言葉を聞きませんか？半グレ。ここ最近になって半グレがとかね、よく報道されてるという集団なんですが、この半グレと呼ばれる集団が今現在暴力団よりも勢力を増して、俺の次ぐらいに危険と呼ばれてるらしいんですよね。なんで今からちょっととつって締めてきますわ。すいません、嘘です、マジで。関西とかを中心に勢力を広めて、警察も注意を出しているというところでして、この半グレ集団、皆さんのある身近な場所にもいたことが発覚しました。絶対に一度は見たことあると思います。なんでちょっと今回注意も交えてね、紹介していきます。まずなんで半グレと呼ばれてるのかと言いますと、語源自体はグレルのグレとかグレン体のグレ、白と黒の中間のグレーゾーンを表すね、グレーなどから来てるということなんですが、簡単に言いますと、暴力団とかには属さずに犯罪行為を繰り返す集団ということです。まあ言っちゃうとヤンキーの鳴るの果てみたいな感じですね。でこの半グレ集団、最近とある組織が逮捕されましたね。それが大阪などを中心に活動するハングレグループのアビスのリーダーらですね、今年の6月10代の少年を集団で殴るなどの暴行を加えた疑いがあるということでございます。交際トラブルで一人を集団で殴ったって、って感じですけど、他にも今年7月に起きました素人をバールなどで殴り半殺しにした神戸集団リンチ事件、こちらもハングレ集団が行っていたことが発覚しました。さらに平成の3億円事件とも言われた博多7億円金塊強奪事件、これも名古屋のハングレで有名な男がやっていたことで報道されましたね。でもこれ犯人の証言で、私が悪なら警察にはもっと悪がいるって言ってるらしいですね。ちょっと気になる方がいれば詳しくお話します。このようにね、ものすごい勢いで半グレ集団による犯罪が行われているという状態なんですね。ではなぜ暴力団よりも危険と言われているのかまとめてきました。一つ目、素人に手を出す。はい、暴力団というのは極道なんて呼ばれてて、一般人には手を出してはいけないというルールがあるんですが、半グレにはね、ルールもへったくれもないので、平気でさっきみたいに集団でね、素人を殴ったりすることから危険と言われています。二つ目、規制がない。はい、特に福岡なんかは暴力団に対して厳しく取り締まってて、組員だとね、家を借りたりとか通帳を作ったりできないというね、そういった条例で厳しく取り締まってるんですが、半グレにはそういったね、規制や条例がまだないという状況です。三つ目、若者がリーダーになってる。今回のアビスリーダーの逮捕も20代ということで、若くして犯罪集団のリーダーになってるんですね。このことから SNS での詐欺とか犯罪などからメンバーを集めたりもしてるんですね。で最初に言ってた身近にある半グレ、それが SNS とか Twitter とかで現金をばらまきますよみたいなプレゼント企画あるじゃないですか。あれって一部著名人を除いてほとんどが詐欺なんですよね。で信憑性を増すために札束の動画を上げたりしてるじゃないですか。その動画の出どころがこの半グレ集団だったってことが最近判明してるんですよ。で買った方にもね、お前前動画売ったんだからとか執着したりとか、そういった身近な場所でも資金源の調達を行ってるということなんですね。つまり暴力団の規制が厳しくなってきたので、新たにこういった集団が生まれたということなんですね。もう全部逮捕したらええやんと思いますけどね。現状はそうはいかないみたいです。でちょっと言われてるのが、結局のところ元をたどっていくと暴力団がやってるんじゃないのかっていう話もありますね。組員の若いやつに新たに半グレとしてね、組織を作らせて、そこで資金を調達させる、その可能性もあると言われてます。僕もねこっちじゃないのかなというふうに思いますね。半グレが暴力団とは別個でね、犯罪でお金を稼いでるってなれば、警察よりも先に、その島を仕切ってるとかね言いますけど、そこの暴力団が黙ってないと思いますしね。とりあえず SNS とかにも絡んでる組織なんで、皆さんも絶対に関わらないように十分注意してくださいということです。何かあればね、すぐ警察に言えば問題ないかと思います。はい、というわけで今日は以上です。もしですけどね、こう7人とかに囲まれたら、まず上着脱ぐじゃないですか。腰のヌンチャクを取り出してデンデンってこう口で言いながらワチャーってやっとけば絶対なんとかならないんで、すぐ逃げて自分の家で孤独の鳥居でもね、聞いておいたらいいと思います。おやすみー。